大阪にですね金堂と行ってきてですねで金曜の夜にですね、えー、元、えー、参院議員だったかな、えー、杉田美代さんっていうですね、あのー、まあ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 僕とそんなに年が変わらないですね元議員でですね保守系の言論人といえばいいのかなの方と会ってきました会った理由はですね、まあ、僕はある程度そういう人たちからですね会ってくださいって言われたらまあ,あのはいはいって言って会ってでバーの喫茶店で1時間足らずぐらい話してきたんですよで 保守系の言論というのは分かってたんですけどもそんな人が僕に何の用があるのかはよく分からないで話聞いてみるとものすごいオタクでであのー、オタク話みたいなものがベースだったんですけども、まあ、最後の方でですね、えー、実はこういうふうな番組やってましてで杉田さん自身が「まあ、ニコ生」もやってらっしゃるしあと他のネット番組もやってらっしゃるんで、まあ、それに出てくれませんかと言われて「まあ、別にいいですよ出ましょう」というようなことで、えー、ただあのー 面白かったのがですね、えー、従軍慰安婦像問題っていうのを話したんですね。えー、いや、まあ、ここでですね、まあ、なんか、あの、炎上しそうだと言ったのが、もう、従軍慰安婦像問題を語るとですね、多分何を語っても炎上しそうなのです、ね、<laughs> <laughs> まあまあ、いいよ、いいよというふうな方なんです。あの ええとですね、保守系の方がおっしゃるですね、えー、従軍慰安婦像をけしからん。これはこれで理屈があるからわかるんですね。つまり、えー、日本政府としてはですね、従軍慰安婦っていうのは、いたはいたけども、まず論一。そんなのどこの国の軍隊もやってたよ。まあ、過去形ですね。まあ、そうかもしれません。これ僕は、こんなこと全然勉強してませんから、よくわかりませんけども、どこの政府でもやってたよ。どこの国でもやってた。そうかもしれません。で、次に、強制連行の事実はなかった。そうかもしれません。 でただ韓国にはですね怒ってる人がいまだにいっぱいいてで日本にはですね何が何でも謝罪しろと言っている、まあ、あの人たちが言う保守系の人たちが言う左翼の言論人の人がいっぱいいるおかげでおかげでっていうのも変ですけど問題がねじれにねじれてで韓国には怒ってる人がいっぱいいるって言いましたけども、まあ、従軍医安部やってる人は やってた人たちですね。まあ、そういうふうに、あの、親に売られたか、強制連行されたか知りませんけども、それで、えー、辛かったっていう人がいて、で、それに関して、けしからんと、まあ、怒ってて、同時に、この怒りをですね、金にしようとしたりですね、政治的に利用しようとしたりする人が韓国にもいる。で、これの怒りを金にしようとしたりですね、政治的に利用したりする人が日本にもいっぱいいるというですね、ややこしい状態です。 ですね、えー。この理解で今のところいいですよね。あの、理解で今のところいいですよねっていうのは、あの、どれぐらい僕がですね、この問題に対して、実は、 あの、そさほど関心がないのでですね。<laughs> まあ、たいこの辺が中立じゃねえかなっていうのを今説明しているんですけども。<laughs> OK, OK. はいはい。ありがとうございます。で、えー、じゃあこれに対する解決策でですね、日本政府はと言ってもいいですし、まあ日本のですね、えー、保守系の人たちは従軍慰安婦像っていうのがですね、韓国だけでなくてですね、例えばアメリカとかにもあるわけですよね。アメリカには石碑が建ってたりですね、像があったりするわけです、それを撤去させたいというふうに思ってるんですね。で撤去させたいという話はもう僕も散々聞いてて、 そりゃそうだろうと。 これは何でかというですね、まあ何よりも格好悪いからですよね。あの、事実としてそれが本当かどうかはともかく、過去にあったそんなことをですね、何かこう、全然関係ないアメリカとかに立てられるのですね、日本人としてめちゃくちゃ恥ずかしいんですよ。あの、恥ずかしいというのは、本当であれ嘘であれ恥ずかしい。嘘だったらですね、怒りもあるんですけども、なんかそこまで恨まれてることも恥ずかしい。韓国の人にそんなに恨まれてるってのも日本人として恥ずかしいというのがあってですね、 撤去してもらいたい。たこの撤去してもらいたいというのはですね多分日本人の大部分の人があのそれは謝罪の上でかもわかんないしあのちゃんと交渉してとかですねもしくは対等のフェアな交渉してとかいろんなあの言い方あるでしょうけど撤去してほしいというのは日本人大体が思っているところだと思うんですよ。でそれに対してですねその保守系のですね や、人のをやってることですね。その、杉田さんを含めてになっちゃうんですけど、あまりにも成功法すぎるなと思ったんですよね。その話を聞いたら、杉田さんから聞いてたら、なんかあの、例えば政府はちゃんとやってくれないとかですね、もしくはこういうふうなことが理解されてないとか、外国でこういうふうに思われてるっていうですね、もう今までですね、20年間ぐらい散々聞いたような話がやっぱ、 出ててこない気がしてるんですね。それはもう僕が勉強不足で最新のことを知らないからかもかんないですけど少なくとも僕にとってみればこの20年間散々聞いたようなことがまた言われてですねで同じようなアプローチしかしてないとでそれでは拉致が開かないぞと思っちゃう で,すよ、ね、で僕がです、ね、考えるにですねそれに対抗するにはですね慰安婦像というのもまあそこら中にあるわけじゃないですか、まあ、あの全国全世界にどれぐらいあるかしませんけどじゃあそれにですねクラウドファンディングでですねあの、まあ、心ある人の金を集めてですねそれの2倍のサイズの像を、まあ、あの正面に作ればいいだけだと慰安婦像があったらですね慰安婦像の5メートルか10メートルぐらいの前の土地を あんなもんですね、土地が安いところ、いわゆる韓国にある日本大使館の前、あそこは別ですよ。あそこはなかなか土地が高そうですけども、それ以外の土地はどうせ安いところ行き合ってんだから、石碑とか像があるところ、そこをですね、3メートルかけ3メートルぐらい買ってですね、慰安婦像の3倍ぐらいある像をドーン建てるんですね。で、それではですね、従軍慰安婦像でいじめられてるかわいそうな日本人の像を建てるんですよで。で、全部萌えキャラで作ってですね、<laughs> あの、まず、まずこれ韓 韓国の人を敵に回しても意味がないんですよ。なので。 韓国の人も気の毒。日本人も気の毒。もう何たって悪いのはですね、これで儲うぎようとしてる奴らだという図式をですね、<laughs> えー、海洋堂に発注してフィギュアにするんですね。で、まあ一番いいのはですね、えー、韓国、従軍ヤンフのですね、元従軍ヤンフの萌えキャラがですね、こう泣いててですね、その後ろにですね、金とかを持っているですね、なんかこう、韓国のですね、悪い言論人が、はっと笑っててですね、で、それに対してですね、海の向こうの日本人の、やっぱ かわい,い萌えキャラたちがです、ね、なんか、えー、その悪い韓国人の言論人にですね槍とかで疲れてですねでそこには槍には嘘とかですねそういうのがついてるのでガッガン疲れてですね日本人の萌えキャラとかもつらいっていうふうなやつにやってでその石碑の周りにはですねあの本当のこと本当のこと書かなくてもですねこっちにとって都合のいい主張を書いたです、ね、石碑をバーッと並べてですねその石碑の中には QR コード入りの石碑もあってですねその QR コード入りのやつをスマホでやると そうですね、まあ何かこうフラッシュアニメでですね <laughs> こっちに都合のいいかわいいアニメを流してやるとこれやればいいだけじゃないかなな,なんでこれをやるのかっていうとそのもちろんこれをやるとですね多分韓国の従軍慰安婦とかで大騒ぎしてる人たちは撤去しろって話になるんですねそしたら初めてじゃあ双方同時に撤去しましょうかって取引になるわけですよね。 取引ってこうやるもんじゃないのかと。一方的に向こうに撤去してください、撤去してくださいって言ったら、ハードルが上がったり揉めたりするだけなんで、そっちはそっちの言い分があるでしょう。でもこっちはこっちの言い分があるんです。で、どっちもアートで表現しましょうと。で、そちら側が出したアートは分かりました。従軍安婦像ですね。これは主張と同時にアートとしてあるわけです。じゃあこちら側も主張と同時にアートを出しましょうと言ってアートを出せばですね、こんなもんですね。なんかこれまでにやってるのはですね、だ、例えば、その、 あの、ニューヨークタイムズとかですね、ワシントンポストに一面広告を出して日本の視聴を届けるという、ですね、すっごい金がかかる割にですね、何のひねりもなくてですね、あの、一回読まれたら終わりみたいなもんなんで、アートとして萌えキャラとしてそういうふうなものを出せばですね、勝手に世界中が報道してくれません。で、報道してくれれば日本としてはこういうふうなことが、 こ揉めてることが世界に知られたくないと思ってるんですけども、こういう形でですね、あの、知られちゃってるんですから、実はこういうアートをベースにして、日本ではこういうふうに主張してるんだ。で、どっちがそうなのかっていうふうなことになれば、 多分、向こうの方は強い主張っていうのがあるんですよけどこちらの方は萌えキャラ漫画アニメっていうですねそのストーリーラインで対抗していってであのー、お互いの主張をですね出すもよしですねもしくは、まあ、撤去するんだったらじゃあ双方同時に撤去しましょうかという落としどころを探すのがですねいいんじゃないかと泥仕合にならない。うーん この泥仕合は俺意味があると思うんですけどね。<laughs> この泥仕合というのは論争っていうのであってですねで。論争のなんか論法としてのキャラクターを使った方がいいんじゃないのかなと思いました。あの、なんで僕はこれをですね、自分の活動してやらないのかっていうと、そもそもこれにあまり興味がないからであってですね。保守系の言論人の人は、なんでこういうアプローチをしないのかなと思うんですよね。えー、なんだろうな、成功法でいくっていうのは、 結果が欲しいのではなくてですね、手段の正当性っていうのが欲しいからだと思って、で僕は手段の正当性でもう20年やっててらちが開かないんだから、ここから先は絡めてとかですね、戦略変えるしかないとは思うんですけどね。えー、岡田さんは赤だから。 ああ、俺は赤な,のかな,なんかあの左翼の人から怒られたことしかないし、うん、内田達郎先生のですね大学や教養は大事だというのに対してはなんかあの二流三流の大学は潰れちゃえよって言ってるんでえー、っとですね左翼言論人だと思われたこともないですけどなんでこんなに右翼からも左翼からも嫌われるのか <laughs> 愛国戦隊大日本の頃からこの癖はあんま <laughs> 全然あれですよね治ってないですよねはいええー、そんな。<laughs> えっとえこれ書いた人はですね中学校とか高校の時に何だろう学校の中にいる 暴れ者の人と喧嘩したかった人ですか <laughs> だったら主張主義に一貫性があって俺構わないと思うんですけども、中学校や高校の時になんか学校の中にいる暴れ者と具体的に殴り合いの喧嘩しなかった人間が戦争したいというのに俺は無理があると思うんですけどね。<laughs> <laughs> うん、ほっとくのが基地で、ほっとくとどう ほっとくと問題があると思う人はさっき言ったみたいに戦略を変えるなりやって成功法で一番最初にやるのは正しいと思うんですけど成功法が駄目だったんだからもうあの戦略変えた方がいいと思うんですけどねドライに喧嘩売るようなもん勝っても面倒なことになるだけそうですね勝つって多分ないと思うんですけどねうん。